オーストラリアが原子力潜水艦を導入するとの発表は、世界が度肝を抜かれましたよね。今回は、未だに、海上自衛隊の潜水艦親潮型をつなぎに欲しがっているを詳しく見ていきます。フランスとの建造計画が白紙になり、フランスは撃沈。その前は、日本がフランスに負けていました。原潜導入前に親潮型を欲しがるのは当然かもしれませんね。日本の潜水艦技術は、今や世界屈指の実力です。通常動力型では世界トップクラスでしょう。潜航深度も桁外れみたいです。2023年12月15日に、現在のオーストラリアで政権を担当するアルバニージー首相は、アメリカの議会がこれまで承認したことがなかった原子力潜水艦の第三国への売却を初めて認めたとして、歓迎のコメントを発した。これは、アメリカの下院議会が、前日の12月14日、2024年度分の過去最大規模の国防予算の概要を定めた国防権限法案を可決したことを受けての反応で、2021年9月に電撃的に締結された新たな軍事同盟、オーカスの大きな成果だと評している。オーストラリア、イギリス、アメリカの3カ国が締結した新たな軍事同盟のオーカスは、近年の中国が軍事力の拡大を背景にインド太平洋地域で推進している支配地域の増大に大きな抑止効果を生むことを目的としたものと言えるだろう。オーストラリアのアルバニージー首相は、今回のアメリカの下院議会の国防権限法案の可決を受けて、その内容は、オーストラリアがアメリカからバージニア級攻撃型原子力潜水艦を入手することを意味すると述べた。これまでにも、オーカスの締結によって、オーストラリアはアメリカから少なくとも5隻のバージニア級攻撃型原子力潜水艦を調達し、以後は主にイギリスとの協業で新型のオーカス攻撃型原子力潜水艦を建造する方向であると報じられてきた。今回のニュースはその動きを確固たるものとする政治的で具体的な第一歩であると召され、オーストラリアが直面している国家の安全保障政策上において大きな節目となることを世界に示した形と言えるだろう。アメリカの下院議会が今回承認した2024年度分の国防権限法案は、総額でおよそ8860億ドルにも及ぶが、その内容には、オーカスに関するオーストラリア向けの攻撃型原子力潜水艦の売却に止まらず、ウクライナへの軍事支援も含まれてはいる。このところのロシア・ウクライナ戦争においては、アメリカからのウクライナへの軍事支援が危機的な状況にあるとの報道も多かったことから、その意味でも西側諸国にとっては歓迎すべき内容だと言って差し支えはないだろう。こうした報道を受けて、オーストラリアのマールズ国防大臣も、アメリカが第三国に原子力潜水艦の売却を承認したことは初の出来事であると発言しており、同国が寄せる期待がいかに大きなものであるかが伺える状況である。そんな攻撃型の原子力潜水艦の入手の進展に沸くオーストラリアだが、現状の潜水艦戦力は、通常動力型の攻撃型潜水艦のコリンズ級を、1996年7月から2003年3月にかけて6隻保有、運用しているのみで、その老朽化が課題となっている。コリンズ級は、水上排水量が3051トン、水中排水量が3353トン、全長が 77.8 メートル、全幅が 7.8 メートルの規模を持つ通常動力型の攻撃型潜水艦で、すでに最終6番艦のランキンの就役からも20年以上の歳月が経過している。このコリンズ級は、スウェーデン海軍のメステルイエトランド級、水上排水量1070トン、水中排水量1143トン、全長 48.5 メートル、全幅 6.1 メートルをベースに大型化した潜水艦で、主兵装として、533mm 魚雷発射管6門を艦首部に装備している。日本の海上自衛隊との比較で言えば、同時期に建造され、今は、実戦配備中の潜水艦としては、最古参の親潮型にほど近く、こちらは、基準排水量2750トン、水中排水量3500トン、全長 82.0 メートル、全幅 8.9 メートルとなっている。
親潮型は、ネームシップにして、一番艦の親潮が、1988年3月、最終11番艦の持ち潮が、2008年3月に収益を迎えた艦艇だが、すでに、一番艦親潮は、2023年5月に除籍、二番艦満潮、四番艦巻潮も練習潜水艦に変更されている。したがって、現時点で、海上自衛隊が実戦配備を継続している親潮型は、8隻を残すのみとなっているが、ご存知のように、海上自衛隊では、年に1隻ずつの新増艦を戦列に加える形を継続しており、2031年までには全てが入れ替わることが予期されている。四方を、広い排他的経済水域と領海とで囲まれた島国である日本にとって、海の防衛を担う海上自衛隊は、その戦力の中核に潜水艦隊を置いており、その維持と運用とは、自国の国防のようとなっていることは言うまでもない。現在の海上自衛隊では、こうした潜水艦隊を22隻体制とすることを、かつての防衛計画の対抗、現在の国家防衛戦略において明記しているが、現行の体制を敷くことが定められたのは、2011年度からで達成に至ったのは、昨年2022年のことである。2011年以前の防衛計画の対抗においては、海上自衛隊の潜水艦隊は16隻体制が敷かれていたが、中国をはじめとする近隣の国家の海軍力の増加を鑑み、6隻を増やして安全保障体制を強化する方針へ変更された経緯がある。したがって、それ以前までも、年に1隻ずつの潜水艦の新増艦の追加は行われていたが、切れば、裏を返せば、最低で、16年で、潜水艦は、実戦配備を外れる状態だったといえ、今は、それが、22年のサイクルへと伸ばされたということができる。こうした海上自衛隊の潜水艦隊の代替のサイクルに関しても、それに否定的な見解を示す一部の勢力からは、無駄に防衛費をつぎ込んでいるとの批判は、当然あったわけだが、このサイクルが、日本の通常動力型潜水艦の建造技術の蓄積にもたらした貢献は大きい。翻って、オーストラリアの潜水艦の運用状況に話を戻せば、現時点では、アメリカからの売却が正式に承認されたバージニア級攻撃型原子力潜水艦であるが、早くとも、その配備は、2030年代の前半とめされており、未だ、しばらくの時間を必要とする。そのギャップを埋める必要があるため、オーストラリアは、現行のコリンズ級に近代化改修を施し、運用期間のさらなる延伸を図るものと思われているが、そもそも、コリンズ級は、開発段階から、様々な問題にさらしられていた艦艇だった。コリンズ級は、一言で言えば、潜水艦の要艇とも言える静粛性に、大きな問題を抱えてきた経緯があり、他の不具合も少なくなく、信頼性に乏しく、一時期は、6隻中で稼働可能な艦艇は、わずかに1隻という事態に陥った時期もあったほどだった。こうした状況下、オーストラリアは、コリンズ級潜水艦の代替を進めるべく、プロジェクトを始動させ、2016年4月には、フランス、ドイツ、日本によるコンペの結果、フランスの提案を採用し、新たな通常動力型潜水艦アタック級とすることを決定した。フランスの案によるアタック級潜水艦とは、フランス本国で計画中のシフラン級攻撃型原子力潜水艦の機関部を通常動力型に換装するという手の込んだもので、決定時には一部で懸念する声が上がったものだった。当時の日本は、この時のコンペには、その時に自国でも最新型であった、双流型を提案していたとされ、一時期は、アメリカが、日本の、双流型の採用を推しているとの情報もあり、初の大型防衛装備品の輸出成功かとの期待も高まった。しかし、当時のオーストラリアは、国内の製造業の縮小傾向を政治的にカバーすることを、アタック級の採用にあたっても重視していたとも言われ、日本の場合は、そう、流型は、完成品を輸出する形しか提示できなかったとも伝えられている。それに対して、フランス案は、
オーストラリア国内での建造を条件に加えて提示を行っていたとも伝えられ、結果としてそれが大きな決め手となってアタック級の受注を獲得することに成功したとまで言われたほどだった。結果として2016年のオーストラリアのこの判断は猛烈な勢いで海軍力の増強を図り、南シナ海を手中に収めようとする中国の動きの前に見直しを余儀なくされ、またアタック級の計画の遅延と費用の増大もそれに拍車をかけたと言われている。こうした流れからコリンズ級の近代化改修に費用を投じるくらいならいっそバージニア級やオーカス級の収益までのつなぎに再度日本からの通常動力型潜水艦の調達の可能性があるのではないかとの声も一部で囁かれている。ただし個人的にはこれまでの経緯を総合して考えてみても今さら日本が通常動力型潜水艦をオーストラリアに売却することが現実的にあり得るとは到底思えず、憶測の域を出ない見方だと感じている。